2014全日本選手権スーパーフォーミュラ第3戦富士スピードウェイ。台風は過ぎ去ったものの雲が残る富士スピードウェイ。蒸し暑かった富士スピードウェイも気温26度、路面温度33度とこの季節にしては涼しいコンディションの中、予選は行われました。予選前のフリー走行をトップタイムで終え、予選に臨んだのは中島和樹選手。中島和樹選手はル・マン24時間レースでポールポジションを獲得した勢いのまま、ポールポジションを獲得しようとまずは Q1 をトップタイムで通過します。続く予選 Q2 で中島和樹選手からトップの座を奪ったのは、前戦のレースで勝利したJP でオリベイラ選手。予選 Q3 は中島和樹選手とオリベイラ選手の一騎打ちになるかと予想されましたが、このセッションで輝きを見せたのはル・マン24時間で負傷したロイック・デュバル選手に代わって出場となったアンドレア・カルダレッリ選手でした。オリベイラ選手が1分23秒729を叩き出しトップに立つと、ジェームス・ロシター選手が23秒730で続きます。アンドレ・ロッテラー選手と中島和樹選手のペトロナスチームトムス勢はタイムが伸びず、これで決まりかと思われたが、アンドレア・カルダレッリ選手が23秒667を記録。カルダレッリ選手はおよそ 0.06 秒上回り、見事ポールポジションを獲得しました。新たなヒーローの誕生なるか、明日の決勝レースに注目です。